なんかほら、ちょっと青空見えるっぽい感じだからですね。ああ、行けそうな感じですよね。上抜けるかもしれないですね。あ、うん、あ、そう。ああ、あの辺をダーッと登ったの。ダーッと登って。そうそう。ダーッと登って。そうそうそう。懐かしのゲレンデですね。そうそう。だってせっかくね、疲れに行くんだからもうこんなんね、ゴンドラなんか使うのもったいないからもう。すげえ。十何年来てくるから初めてからもしんないな、これ。ゴンドラ乗るの。10年前も日本のシャモニーっぽいなと思ってて。ああ、そうそうそう。なんかやっぱりシャモニーで戦うから、少しでもシャモニーに似たような雰囲気のところで、気分を高めていく、きたいなと思って。やっぱ直感的にこうシャモニーに似てるなってすごいずっと思ってて。そう。あの、白馬池からあの、なんていうの、あの、八方尾根とか、なんか本当に、なんていうの、あれじゃない、ラックブランからモンブランみたいな感じの雰囲気が最高にね、もう、ああ、いいなと思って。大体飲むんですかやっぱり。これはいい温泉だ。やっぱり。うん。あ、もう飲んでわかるよ。飲んでもね、これ効くっていうのはすぐわかるねこれ。あ、やばいなこれ。これ相当効きそう。行けてなかったから、なんてこれ半年ぶりぐらいだな。こういう温泉、こういう時間がね、本当に貴重だよね、本当。ああ、でも本当あれですね。八方尾根行って、トレランやって、いい温泉入って、で最後にいいご飯食べて。ああもう今までのあれだよね、本当にもう毒気をみんな抜いてもらってね、浦井さんは若い頃から温泉が好きだった、それともやっぱ年取ってから温泉がかなり好きになった？いやね、若い時からすごい好きで、トレランほら23年ぐらい前から始めた時くらいからですかね。でトレランのいい場所行くと必ずいい温泉地があって、でそれぞれなんてみんな泉質が違って体の効き方も違うから、
そこからなんか興味があって、まあ、トレラン温泉って感じで流れてきて、これから結構なんていうの、最近は本当にハマった時はあのトレランのこういいフィールドっていうよりはあのいい温泉がいいの湯があるところみたいなところで、じゃあその辺りに逆にトレイルいいトレイルないかなみたいな感じで、そういう楽しみ方は結構してましたね。うん、なんかでもいろんな国、世界中ももう何十カ国も回って、日本だけじゃないですか、こんななんていうの、こうアウトドアともう本当に多種多様な温泉が楽しめるところなんて、だから本当にこうもうなんていうの、もうあらゆる温泉をこうあと限りない人生の中でもうなんていうの、もう潰していこうかなと思って、うん、山とともに、うん、いやでもここの尾向の湯は、でも本当に久しぶりですね。さっきあの11年前に UTMB で3位になった時、あのトレーニングして、で最後にこの尾向の湯に使って、でこう目つぶって瞑想して、よし行くかみたいな感じで、ここでなんていうかこう決意を固めた場みたいな感じなんで、だからなんかすごいなんかこうなんていうの、本当思い出深いっていうか、であの時のなんかこうギラギラしたこうなんていう思いっていうのが、なんかまたこうここに来るとあのフィードバックされるっていうか、うん、なんかすごい、だから思い出の地ですよね。ここからここで使って放課後にね、UTMB のね、あのシャモニーの舞台に行くわけだから、なんかこの湯でなんかあのシフトなんていうかな、マインドをパーッとこうセットさせた感じのなんか場所があるんで、うん、おっしみたいな感じで行ったぜみたいな感じでこの湯温泉入りながら覚悟決めたみたいな感じで、難しい、でも11年も経つなんでね、なんか信じられないですよね。